砂漠ナメラは、ナミヘビか砂漠ナメラ属に分類されるヘビ。別名トランスペコスラットスネーク。アメリカ合衆国、メキシコ最大全長170センチメートル。体型は、幼体では細いものの、成長に伴い太くなる。体色は、背面は黄色や高褐色で、アルファベットの H 字状の反紋が入る。H 字の紋ががることもあり、頸部では、紋は、 黒い2本の縦縞になることが多い。また尾に近づくにつれ一時の間隔は狭くなる。腹板は白い。一部個体群は体色が薄く、背面の半紋も消失し網目状になる。目は大型で突出し、瞳孔はマリー。これにより、夜間に四角を頼りに獲物を探すことに適している。砂漠に生息する。夜行性で、昼間は、 岩の隙間や他の動物が掘った巣穴等で休み、暑さをしのぐ。食性は動物食で、鳥類、小型哺乳類等を食べる。幼体はトカゲを食べる。繁殖形態は男性で1回に3から7個、最大12個の卵を産む。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は多くはないが、 主に欧米からの飼育か繁殖個体が流通する。局所的な熱源を設けて飼育した方が良いとされ、そのため、ケージ全体が熱くならないように、温度差をつけるため大型のケージで飼育した方が良いと、される。また乾燥した地域に生息するためケージ内は、蒸らさないようにし、水入れも小型で、倒れないようなものを設置する。ありがとうございます。